イティングクライマックス。ストーリー。私のためにキリキリ働きなさいよね。スクラップの時間だぜクソ野郎。君のその木刀、なんかのレア武器か何かなのか？能力値が上がる隠し効果があったり、力を込めると光の刃が飛び出たりとか。は？あんた何言ってんの？あ、いや、さすがにただの木刀相手に剣で勝負を挑むのは男のプライドに関わると言いますか。そんなことなら心配いらないわ。あんたをぶっ飛ばすくらいただの木刀でも十分ってことよ。あ、言ってくれるな。そういうことなら手加減はしないで、おちびさん。なんですって？後ろに虎が見える。やっぱり特殊効果があったのか。あんたが相手なの？まあいいけど。悪いな、ここは通行止めだ。やってしまった。来てきたぞ。行くぞ。あらららいいね、最高だ。目障りだ。あらららマジかよ。やれ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 。諦めちゃダメ。ラウンド2ファイト。やってしまいでしょ。マジかよ。いいね、最高だ。どけどけ。やっていくぞ。アホタレ。ダメ。やっていけ。お前らすんとすっけ。リーファ。やってしまいなきゃ。迷子になったかも。やっとりやった。スナックセーブゾーンとカーブをぶち取る。やっとやっとやっとユウズ離して。やれる。バレストライカー。やっとトータルスペア。いいね、最高だ。ぶっ飛べ。これからハーサルだ。やっとして。いいね、最高だ。そこずっと目何そんなバカだ。哀れだな、お前。黙れ、そして腐れ。こんななりで言うのもなんだが、俺は暴力も喧嘩も嫌いだ。だってのにしょっちゅう絡まれて、気づいたら絡んできた奴らをぶっ飛ばしちまってる。ちくしょう、なんでだ。目つきが悪いからうざって奴らが集ってくんのか。私の知り合いにも一人そういうのがいるわ。目つきが凶悪で人を殺しそうな悪人面。
実際はただの料理バカで裁縫バカの普通のやつだったから、クラスにも早めに馴染んでたけど。料理に裁縫、どっちも俺には縁がねえな。他にはなんか秘訣みてえなのはねえのか。あと掃除も得意っていうか掃除マニアね。掃除か。目についたうざってえやつらを片付けるのは得意なんだが、それじゃダメなのか。ダメに決まってるじゃない。柄の悪そうなやつね。目つきの悪いやつほど心は優しいのさ。ラウンドワン、ファイト。じゃあ、どんどん、デリサコン、仲間あたりを逃がして。くそ、くそ、ただじゃおかねえ。行くぞ、えぇ、うらい、殺す、殺す、うらい、うらい、うらい、ぶっちまれろ、ぶっちまれろ。いいぞ、最高だ、ぶっちゃめ。また来た。殺す。ストレートの髪、真っ白くて透き通った肌、160センチ以上もある背丈、足も長くて顔も綺麗で、おまけにおっぱいもそこそこ大きくて、てぇ、なんじゃそりゃ。ちょっとあんた、私に喧嘩売ってんの。おまけにみゆきなんて女の子らしい名前がついてるなんて。どうせ私はチンチクリンのツルペタで変な名前の手乗りタイガーよ。そうでしょうか。ふわふわの髪に小さくて愛らしい体育、何より思ったことをそのまま相手に伝えられるまっすぐさ、とても羨ましく思いますよ。隣の芝生は青く見えるということでしょうか。うるさいな。はあ、かったるいわね。お兄様の手を煩わせるまでもありません。ラウンドファイト。お兄さん、飽きてきたぞ。問題ありません。まだまだ。問題ありません。いいね、最高だ。そん
準備完了だ。終わりだ。寝てな。やりましょう。犬が。あっちだ。参りましょう。あっちだ。お兄様、こっちですよ。ちゃん。だだだ。次。すごい。すごい。この肌になります。もう一つ。いけます。効率的。準備完了だ。次から何か間違いだ。ラウンド2ファイト。だっそれどうだ。そうだ、いけます。やっとそれやっはい、どうもそいって美佐子美佐子はあたりがこんにちは。お兄様、ミストディスパージョン。ケイうんどりゃ。またエントロピー逆転。どりゃ。やられる。うわやられる。大丈夫か。こっちで。うりゃ。おい、邪魔だ。問題ありません。ダメすぎる。アホだ。あららら。うらー。行くぞ。うりゃ。小学生だ。こいつでも読めて。終わりにするとすっけ。お兄様。有効化する。エントロピー逆転。インフェルノ。終わりました。お兄様。あんたをぶち殺す。くだらない。このアイサカタイガが貴様らの格ゲー生活を暗黒のナイトメアで塗りつぶし、先決の記憶とともにムルグに葬り去ってくれるってね。戦う術も知らない人間がそんな棒切れを振り回したところで勝負になると思ってるの？怪我をしないうちに帰りなさい。私はお前なんかに構っているほど暇じゃない。黙って聞いてれば好き放題言ってくれちゃって、口で罵るしか能がないの？鬱陶しいやつ。あんたごときに負けるこの私じゃないわ。子供のくせに生意気ね。目上の人間に対する態度を習わなかったの？私はこれでも高校生。あんたこそ口の利き方に気をつけなさい。そんな体で高校生？まさかお前もフレームヘイズだったのね。だから成長が止まって。うるさいうるさいうるさい。小さくて悪かったな。なんだか気が合うわね。他人とは思えない。ラウンドワンファイト。やってしまえ。ゲームオーバーだぜ。フレンドオーダーチェン。諦めてはいけないの。ラウンド2ファイト。やってしまいに来てきたぜ。これからだ。やったいいね、最高だ。まだ行くわ。今は誰？女性のがこれからだ。女性のが戦
闘再開であります。重たすぎ、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 こんなことで、僕はここから弱いつぶす。ここ邪魔、今は重たれん、前方再開であります。ビルヘルト重たれん、やる、では動け。相手にならないね。あの子、一体何者？この謎が解けないと安心してゲームもできやしないわ。どうしてかしら、木刀を担いだ姿が随分と様になっているような。そういえばキリト君もだけど、強いプレイヤーの人ってただ武器を持ってるだけなのに、随分と立ち姿が絵になるのよね。やっぱりオーラみたいなのが出てるのかしら。そんなこと言われても全然嬉しくないんだけど。女の子に木刀っていうギャップがある組み合わせも可愛いと思うわよ。別に可愛くなんてない。さっきから何なの、あんた私のことからかってんの。くだらないこと言ってないでさっさとかかってきなさい。あんたが相手なの？まあいいけど。全力で相手になるわ。ラウンド1、ファイト。クラシック、クラシックペネトレーター。今ね、そこを蹴る。うわぁ、誰だ、うわぁ、よこい、しっしっ、まだまだ、あ、ほんとね、うぜぇ、リニア、今、見切れる、まだ、せやな、せやな、行くぞ、さらよ、は、うわぁ、いいね、最高で。クラシックスター、ママ寝てな。まだ次があるよ。ラウンド2、ファイト。だっ、やだ、やだ、やだ、うわぁ、よっと、落とし、あんたをぶち殺す、てやだ、これはどう、どれや、落とれ、うわぁ、どれや、どれや、どこまでよ、だっ、どれや、どれや、てや、おっと、やだ、どれや、よっと、読み切る、へい、相手にならないね。そこのお前、そんな棒切れ持ってうろついてると柄が悪いのに絡まれるぞ。ああ、何、ナンパ？バカっぽくて弱そうで解消もなさそうな。ああ、それじゃあ全国の不幸な皆さんに失礼ね。この世の不幸を全て一手に引き受けたような不幸面は今すぐ去れ。余計なお世話だっつのは、なんつう凶悪なチビだ。お前名前は？どっから来たんだ？保護者は？大体なんで木刀なんか持ち歩いてんだ？私は迷子じゃない。ああ、はいはい、迷子はみんなそう言うんだよ。ったく、俺の周りにいるガキはなんでこうも扱いにくい奴らばっかりなんだ。
が相手なの？まあ、里見蓮太郎、お相手捕まつろう。ファイト。まだまだだぜ。はい、ブラックタイム、いくぞ。エッジと、おだしない。ラスト、エッジ。エッジ。やられた。ラスト、エッジ。ひょんやら。ラスト、ラスト。何？何？まだまだ。あいつ、何？何？何？アホタレ。ブリア。アホタレ。くそ。ブリア。まったく。次から。なかなかの手だれだな。負けては俺。協力してよね。